3.10 東京後楽園ホールのクラッシュ86メインイベントです。アンダー58キロタイトルマッチ3分3ラウンド延長1ラウンド、画面の左側赤いグローブ西京春馬、青いグローブ村越優太。さあ放送席ゲスト解説は長友春馬さん、石川直樹さん、そして中村拓海さんです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてまず中村さんに伺いましょう、はい、西京が間もなく20歳となりますが、この一戦非常に対戦大事ですね。前回の椿原達也戦を交えて踏まえても、はい、本当に進化の問われる、まあ、ポスターの、ね、キャッチコピーもそうだったんですけど、お互いにとってねやっぱりこう進化の問われる一戦だと思いますね。村越選手も、昨年末に、この K-1 ジャパングループ、まあ、K-1 に参戦して今回はクラッシュのタイトルマッチで、はい、西京選手というトップファイターと戦うわけですし、西京選手も去年小澤選手と、ね、2回戦ってそこでこう勝ってチャンピオンになったところは なってるんですけども、逆に言うと小澤選手がトップ選手と対戦というのはまだそこまでやったわけではないので、まあ、この村越選手はどう戦うのか、まあ、僕結構ポイントだと思うのはお互いこうサウスポーで、はい、同士なのでそこで左の攻撃っていつもは、ね、相手がオーソドックスでその攻撃で試合作っていくんですけど、それが今回は違うんで、そこでそれをどう、ね、お互い出していくのかっていうところが、ね、僕はポイントになってくるかなと思いますね。そんな中でお互いの蹴り非常にスピーディー、右のミドルキックは青いグローブのチャレンジャー村越。さあ石川さん、村越にはあの三日月蹴りという最大の武器がありますし、西京も蹴りは強いんですが、もうオールラウンダー。そうですね、膝も合わすことできるしパンチもうまい、ね、全てのカウンターができますからね。長友さん、この緊張感どうですか。やっぱサウスポーでお互いこうテクニックのある選手でファイトスタイルが似てるなって私は印象があるんですけど、これでも先にこう先手打つのはどっちなんだろうみたいなっていうのはあります。第1ラウンドからまずそれいきなり大きく動かす動きあるかどうかですよね。そうですよね。いやしかし中村さん、本当にクラッシュのタイトルマッチは戦ったものがみんな語りますが、いや厳しい特別なんだっていう独特なフィールドですよね。そうですね、はいはい、そこで、で結構村越選手は今回試合前にそのタイに行って練習したっていうところがクローズアップされていて、西京選手は結構パンチをボクシングジムとかで強化してきたって話を聞いていたので、こういったところではこうお互いこう伸ばしてきた部分が違うっていうね、試合でもありますし、蹴り大きな武器の2人でもさらに磨いた村越、ね、蹴り以外にもさらにパンチもというのがチャンピオン村越選手はあれですね、ちゃんと右のミドル、はい、ワン、ツー、スリーを蹴っていく展開ですね。ここまで左の膝に白いサポーターがありますよね、はい、村越。結構まあ試合の時にしている時しない時がまああるんで、だから村越選手はやっぱ蹴り主体だと思うんですけど、その中で最後再建したらやっぱ蹴り負けないことですよね。そこでいかなるくさびを打ち込むことができるか、このラウンド中なのか、ボディ打ち、ボクシングトレーニングがあったという西京、一発打ち込みました。さあ第2ラウンドです。アンダー58キロタイトルマッチ、サウスポースタイル同士、時折こうしてこう走るように足を組み替えるのがチャレンジャー青いグローブの村越優太。蹴りからパンチ、さらに進化してというのがチャンピオンの西京春馬です。第2ラウンドに入ってお互いの武器、さらにこう違うところで発揮してくるのかどうか。前蹴り一つ突き刺す蹴りは村越が放っていきます。石川さん、これサウスポー同士で村越の三日月蹴りっていうのはどうですか。そうですね、やっぱ村越選手は左の三日月を当てたいと思うんですけど、どうしてもちょうど回ってきたつま先が溝落ちに当てたいのが三日月蹴りなんですけど、はい、右が前になっているサウスポー構えだとどうしても正面が、ヒットポイントがいつもよりも数センチ違うので、蹴りたくてもちょっとなかなかいつもとは同じようにいかないですよね。もしかしたら右で練習してきたのかもしれないですね。そのために今、はい、右のミドルを多用しているのかもしれないですね。スイッチも縦蹴り、中村さん揺さぶってきましたね。でも西京選手もやっぱ
蹴られても必ず、ね、やっぱローだったり反射で返すっていう、というところではその蹴りで試合を作らせないように戦ってますよね。あとやっぱ出入りとかのスピードに関しては、まあ、ここまで見る限り僕は最強選手の方が、まあ、勝ってると思うので、最強選手としては蹴り村越の蹴りに対する蹴り返しと出入りでパンチで勝負したいところだと思うんですよね。いや長友さん、はい、ちょっとこうこの攻防の中で息を飲んでしまうような、はい、でも西京選手なんかスピードが前回の試合より上がったような感じがするんですけど、このリングではそのスピードモンスターという異名を取っているチャンピオンですが、そしてやっぱり初防衛というところですよね。石川さん、これ本当に大変だというふうに伺います。はい、そうですね。でも西京選手はあのそんなに気負いはなく本当にチャレンジ挑戦者のつもりでっていうのが言ってると思いますね。打ち下ろしになりました西京のパンチ、そして右の陰謀、村越足をまた組み替えます。村越選手はこの西京春馬という相手に対しての試合前に鍛えに行ったということは、ね、どういうことをしたのかなというのも気になりますよね。そこですよね、必ずその武器は増やしているはずですが、左はそのボクシングトレーニングを重ねたという西京です。タイ人にはあまりこう西京選手のようなこういうファイターあんまりいないですからね、という意味で言うと自分の蹴りを磨きに行ったのかもしれないですね。いいところを伸ばしてという村越、そしてオプションをさらに増やしてという最強です。そのレベルを上げてという境地ですね。そこにはチャレンジャー青いグローブの村越優太、タイで磨いてきたこの蹴りをというスタンスでミドルキックに入れ払っていきます。チャンピオン最強春馬、前回一つつまずきがありました椿原達也戦、そこから守るのではなく挑む気持ちと、19歳、まもなく20歳になります。いや繰り返しになるかもしれませんが、長友さん、はい、いつこれもう最高地点までギア上がるのか、ね、分かんないですよ ね、 ね、はい、そういう雰囲気これはらんでいるのは確かなんですよね。そこから村越が動かすか、いやローキック、中村さんすぐに返しますね。そうですね、この反応の良さ、これが最強のまた大きな武器。まあまあでもまだこうお互いそのもう一歩、こうね、攻め合うというか、はい、コンタクトする位置にまだ入り、お互い入ってないと思うんですよね。石川さんの目にはどう映ってますか。そうですね、その通りですね。やっぱあのお互い自分の良さ武器はしっかり出しているんだけど、そうですね、リスクを負うところまでの強引な攻めをいってない、行かせてくれないのかいってないのか、どっちもでしょうね。その先でこそ攻め手を見せて勝つのがクラッシュのチャンピオン、最強が望まれます。あ、ロングフック一つ見せましたチャンピオン。村越は、石川さん、これ村越さらに先手取るにはどんな戦略がありますかね。そうですね、今蹴りとパンチをつなげるとかしていきたいですよね。うん、村越の方もパンチをさらに有用に。そうですね、はい、蹴りを生かすためのパンチなのか、はい、反対に最強側から見るとどうでしょう。最強選手は、全て攻撃が見えてると思うんですよ。 だからこそ必ず返せるんですよね。あ、今もミドルキック、そうですね、その後のもう一個が欲しいところなんですけど、村越選手の蹴りがちょっと怖いからもう一個行ききれないのかなって気がしますね。いや、しかし警戒するのも当然という、国内屈指の実力者、チャレンジャーは村越、前に出てくる村越、プレッシャーをかけてきた、上体も大きく動かしてパンチは食らいません。右のミドル、ああ今三日月蹴り、石川さん、右でも放ちますよね、やっぱり放ちましたね、練習ですよね。ワンツーのパンチ、最終的には左ストレートへつなげるのが最強、右もある、ほんのわずかの差をという、そんな勝負になってきたか。パンチでストレートは最強、蹴って村越アンダー58キロ、タイトルマッチ、ここで本戦終了です。
ジャッジ芹澤30対29、青村俊チャレンジャー1票です。1ポイント差。ジャッジ友武30対30、ドロー。2人目は30対30。さあ注目は、大注目は、ジャッジ永瀬29対29、ドロー。ドロー。これにより1ラウンドの延長戦に入ります。1ラウンド延長に突入いたします。さあ3度目のセコンドアウトの声からエクストラウンド。サウスポー同士にミドルキックは青いグローブのチャレンジャー村越ですが、さらに中村さん、ちょっとこれギア最強が上がってきたようですね。やっぱお互い1ラウンド3ラウンドでこうここで攻めるか一旦距離リセットするかというところで、2人とも距離リセットする方を多分選択して戦ってたと思うんですよね、はい、で延長は、ね、そこでやっぱお互い踏み込んでほしいなと。3分しかないのでここで勝負決まるわけですからね、もう今30秒もあっという間に経過しました、はい、高い水準での19歳チャンピオンと23歳チャレンジャー、一発右の距離があったところにワンツー、最強が拳で返していきます。とにかく蹴りからというのがチャレンジャーの青いグローブ村越、そしてパンチを磨いて全てできる左合わせがうまいですね。最強ですね。後手なんですけど正確にちゃんと合わせる、後手なのでやっぱ最強選手うまいですね。石川さんもここまでの9分使ってこれアジャストしてくるという可能性ありますか、はい、そうですね、うん、最強選手、最強選手必ず、うん、待ってるわけじゃないんですけどね、はい、うん、相手の攻撃に合わせて自分の攻撃を有効に当てる、返しの攻撃でも有効っていう風にこう印象ないと村越選手ポイントつく可能性ってありますからね。そうですね、はい、それが3人このラウンド2となると新チャンピオン誕生です。この右の蹴りもいいですよ村越選手。村越が、うん、あーちょっとこれ徐々にミドルキックで長友さん威力をアピールしましたね、はい、してますね。でも最強選手もこのパンチの伸びが、伸びもすごいですけど、パンチは最強、はい、あちょっとラストわかんないですね、わかんないですね、あと61秒、右の蹴りで徹底してというのは村越、前足を潰してパンチでというのはチャンピオン最強です。こういうところで磨きければ当たったりしますからね、この試合の中ではもう右でそれも放っています、うん、チャレンジャーです。時間の経過とともに最強右プレッシャーも、さあステップを交えてさらにここでこそと磨いてきたボクシング、上下の動きにはぶれません。右のミドルキック村越、蹴り、そうですね、蹴り数ですね、蹴り数ですね、左のストレート最強、一瞬肩を落としましたが村越さらにもう一発、中村さん最強当たりますね、これ、こういうの印象はいいですよね、あ口を開いて村越、そこに左はテクニシャンブリに魂も見せつけたい最強。いや村越選手の蹴りもねいいタイミングで当たってるんですよ。これを信じ切って村越です。ここでタイムアップ、30秒ごとぐらいにリズムペースが変わりましたよね。この延長戦はこの試合2度目の判定発表です。どっちかな、ジャッジ永瀬10対9、青村越、村越また1票。さあ2人目はジャッジ芹澤10対9、赤最強、最強ハルダ、運命の3人目です。ジャッジ友達10対9、赤最強チャンピオン、中村さん、これほど苦しい戦いは、そうですね、今まで、い
やもう差はなかったですよ、あその腰に金に輝くクラッシュのベルトが返ってまいりました。石川さん、いろいろ難しかったとも思います。その、まず相手が村越っていうところと、前回椿原に敗れているという側面、はい、そうですね、あの速攻もそうですし、あと延長判定でものにするっていう、ね、このスプリットだったと思うんですけど、あの延長の判定でものにするっていうことによって、このねぶれないメンタルというのも成長していると思いますし、もう西京選手はもう最初から最後まで表情が変わらないというのもすごいですね、そうですね、そしてやっぱりまだ10代19歳最後の戦いだったわけですがね、西京春馬選手に一言いただきたいと思います。皆さんこんばんは。はい、まあ今回村岡選手、本当に今までやってきた中で一番強敵だったんで、すごい気合い入れて練習してきて、結果が出たと思います。そう、まあ、全然満足してないですけど、K1 のベルトがいたんで次狙いに行きます。そうですね、まあ、もっと強くなるんで今後どうも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。